さんこんにちは。ディフュージョンラボチャンネルの中の人かっこ所長です。中の人は現在夏休み期間中ですので、いない間にカードを買って借りて AI ボイスチェンジャーという技術で所長がお話ししています。ツーンの存在は知っていたのですが、アップデートで機能が充実して使いやすくなっていましたので、今回はこちらをご紹介させていただきます。いつも通り SD 関連の話題、加工テクニックについてひとまず解説しますので、音声の変換シートなどをご確認いただければと思っています。その後実際に利用しているボイスチェンジャーの解説を行います。ちなみに所長の地声は結構ダミ声で、とても動画でお伝えできるものではないのですが、 AI の技術でこんな感じに綺麗な声をリアルタイムに発音することが可能になります。さて、先日動画でもご紹介していたフォーカスについて、これどうやらコントロールネットの作者さんが作成されたツールらしく、怒涛のアップデートが行われています。アドバンスドのチェックを行うと、右側に詳細設定ウィンドウが表示されますが、まずシードの固定ができるようになっていました。またさらにアドバンスドというタブが追加されていて、手持ちの SDXL モデルを差し替えたり、ローラを適用したりできるようになっていました。最新のバージョンは 1.0.40 なのですが、今後は 11.11 のバージョンが 1.6 系統になるまで、ひとまずアップデートはここで一旦ストップするとのことです。投稿の方でも記事を上げていますが、 1.6 系列ではいろいろな機能が追加される予定で、今後ますます使いやすくなりそうですね。ただ以前も申し上げましたが、まだまだ SDXL は成長期といったところでしょうか。個人的にはリコという技術で年齢を細かく調整できるスライダーローラを作って遊んでているんですが、こちらを含め主要なローラの移植がまだまだ進まない感じですね。あ、フラットは最近確か移植されたと思います。ということですので、久しぶりに1系列の話題です。コントロールネットに DW オープンポーズというプリプロセッサーが追加されています。こちらは最新版のコントロールネットをいつも通り更新から適用していただくだけで利用可能になります。今までのオープンポーズよりも構図判定能力はめちゃめちゃに向上していて、より利用しやすくなったっていう感じですね。使い方はとても簡単で、コントロールネットに参考にしたい構図の画像をドラッグしてイネーブルにチェックを入れます。プリプロセッサに DW オープンポーズフルモデルにはこちらを指定しておきます。この間の炎みたいなアイコンをクリックするとポーズ推定が行われます。なかなか正確に推定されていますよね。これで画像を生成すると同じ構図の画像が生成されます。以前のプリプロセッサよりさらに強力になっていて、とても驚きました。やっと使い物になるレベルになったという表現が正しいかもしれませんね。はい、さて声の方ですが、いかがでしょうか。あまり違和感なく発話できているのではないかと思っています。今回利用してみた AI ボイスチェンジャー VC クライアントについて使い方を簡単に解説してみたいと思います。このソフトは AI の技術を用いて、こんな風にリアルタイム音声変換を行うためのソフトです。どうやらサーバー化みたいな機能もあるみたいですね。まずは概要欄より URL に飛んでください。ダウンロードはこちらからという株より、実行形式のバイナリーを今回は入手します。こちらですね。今回は NVIDIA 系のグラフィックカード環境を想定しています。見慣れたハギングフェイスのページにジャンプしますので、一番下の最新版をダウンロードします。こちらもいつも通り適当なフォルダに回答して配置しておきましょう。今回はこのようなフォルダパスになりました。次にもう一つ必要なソフトがあるので、こちらも概要欄より URL にジャンプします。ボイスチェンジャーソフトだけでは OBS や Discord などに音声を流す経路はないので、仮想の音声デバイス機能を持ったソフトでこれを作ってあげます。多分バナナとかそういうやつでもできると思います。あ、今回はこちらを利用します。PG
ージにシーンした後、日本をクリック、同意してダウンロードします。こちらも回答して適当なフォルダに配置してください。先にこちらをインストールしておきます。展開後に出てきたこちらのファイルをダブルクリックします。次へ。ソフトウェア受諾に同意して次に進みます。インストール先も標準で OK です。ここで必ず標準を選んで進みます。あとはそのまま進めてください。こちらの誰に投げればインストール完了です。さて、必要なツールが揃いましたので、起動して設定していきます。下記のフォルダに移動し、スタート http.bat というファイルをダブルクリックして起動します。警告が表示されますので、詳細情報を押して実行ボタンですね。この画面でしばらく待たされますが、気長に待ちましょう。必要なツール群がインストールされます。ファイアウォールに関する警告がこのように表示されますので、こちらも適宜設定を行ってアクセス許可をしていきます。こちらの画面が表示されたらスタートを押します。はい、こちらがメイン画面となります。必要な設定を行っていきます。最初から利用できるモデルデータが含まれていて、簡単に始めることができるのもいいですね。まずはオーディオ周りの設定からです。サーバーをクリックしておきます。下の SR は多分サンプリングレートの設定となります。ご利用の環境によって44100、48000のどちらかになると思っています。 Windows の音声再生環境を一度ご確認いただき、そちらの数値に合わせる形となります。設定システムからサウンドを選択、一番下の詳細設定からサウンドの詳細設定をクリックします。このあたりは利用されている環境により名前が違うのですが、今再生を行っているデバイスをダブルクリックします。詳細タブで設定されているサンプリングレートを確認できますね。 OBS の設定などもそうですが、このレートの数字が各ソフトで異なると音がプチプチしたりトラブルが発生したりしますので、念入りにご確認ください。確認した数字に設定します。次はインプット音声入力側の設定です。こちらはたくさん項目が出るのですが、普段利用されているマイクを指定します。こちらの環境ではノイズキャンセリングに NVIDIA ブロードキャストを利用していますので選択しています。次にアウトプットですが、先ほどセットアップしたヤマハシンクルームドライバーを指定します。これが超重要です。下のモニターは変換された音声を自分で聞いて確認するときに利用してください。次は GPU 設定。こちらはプルダウンからお使いの GPU がリストされていますので、こちらを指定します。上のチャンクとエクストラは変換効率に依存する設定で、数値が大きくなると効率が上がり精度が上がりますが、反対に遅延が激しくなります。このあたりはリアルタイム性を重視するのかどうかで設定を行うのが良いかと思います。また F0Z ですかね、こちらも変換効率に関わる設定のようですが、リオやハーベストは CPU を用いた演算処理が実行されるようです。クリープや RMVKE は GPU を用いるそうです。いろいろ試したところ、こちらの環境では RMVPE、 これが一番良かったです。あとは上に見えているモデルを適当に選択します。ゲインでは入出力の音声の音量を調整できます。標準化両方にくらいで利用するのは良いかと思います。チューンの設定を男性であればプラス12、女性から男性の場合はマイナス12くらいに設定します。インデックスはそのモデルの元になっている人の発音に関する情報で、1に近づくにつれ元の人に似通った発音となりますが、近づきすぎると不具合を生じるそうです。モデルにもよりますが 0.5 から0.7 くらいで利用するのが基本のようです。設定が終わったら設定保存ボタンで保存しておきましょう。ちょっとつくよみちゃんというやつに設定変更してみます。はい、どうでしょうか。結構綺麗に変換されていると思います。特に声色を変更しているわけでもなく、通常にお話ししているだけです。戻してみます。で、この音声モデルは RVC というタイプのようなのですが、ツールを利用して自分で学習したり、他の方が作成されたモデルを読み込んで利用できたりします。概要欄のブースから
RVC と検索すると、有料、無料を含め、たくさんの方が RVC モデルを配布されていますので、お気に入りのモデルをダウンロードできます。上の編集ボタンをクリックすると、このような画面が出てきます。アップロードをクリックします。タイプを RVC に設定。ダウンロードしてきたモデルとインデックスファイルをファイル選択ボタンから読み込んでアップロードします。この画面が映っているところにマウスカーソルを持っていくとアイコンを変更できたりします。モデルの作者さんが用意していたりしますので適宜変更してみましょう。モデルの学習環境などについては今回は割愛させていただきますが、学習方法の違いによりノイズを抑えたり品質を上げたりできるそうです。はい、今回は以上となります。実は最近この手の V 関連と申しますか、モーションキャプチャーソフトなどの成長がとても素晴らしく、そちらの情報を追いかけていました。そんな中で見つけた最新のボイチェソフトについて今回はお届けしてみました。最終的にやってみたいのはステーブルディフュージョンで生成したハイクオリティな画像を 3D モデルに変換して VR 空間に持っていくというワークロードです。こちらについてはいくつかすでに候補があるみたいですので、簡単に実現できそうな手順があればご紹介していきたいと思っています。もちろん SD 関連の最新の話題も引き続きお届けしていきますので、チャンネル登録、高評価ボタンお待ちしております。それでは中の人ともども今後ともディフュージョンラボよろしくお願いします。以上、所長でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。